はい、えー、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼さいでございます。新シリーズでございます。1分程度でお話をさせていただきます。いきなりですが、質問です。 えー、G 検定とは、ウィリアム・ゴセットによって開発された T 検定の一方である、丸かバツかの二択でございます。このような問題、さっきの通り、弊社のツイッターアカウントで出題させていただいています。ぜひ、フォローやリツイートお願いいたします。さて、えー、この問題の回答ですが、バツでございます。えー、ゴセット T 検定、ペンネームは、スチューデント、スチューデント T 検定ですね。なんですが、この G 検定は別物です。関係ないです。えー、このシリーズではですね、G、このシリーズでの G 検定は、日本ディープラーニング協会さんが実施する する G 検定を指しています G はジェネラリストの G ですここでいうジェネラリストとはディープランニングの基礎知識を有し適切な活用方針を決定して授業応用をする能力を持つ人材とされています ということで、この動画のシリーズの名称の DL はですね、ディープラーニング、真相学習でございます。ですので、G 検定対策などにもお役立てください。1分過ぎちゃってますね。それではまた次回、心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリーおさないがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。